栗島住子、栗島住子、栗島住子,子、明治35年、1902年3月15日、昭和62年、1987年8月16日は、明治、大正、昭和期の女優。日本映画会初期の人気女優である。日本舞踊水木竜家元水木歌くれないでもある。東京府豊玉郡渋谷村大和座中渋谷。 現在の東京都渋谷区道玄坂に生まれた、父の死後、母の再婚先である河村家を経て、新派俳優、栗島さごろもの幼女となった。明治40年、1907年、5歳の時さごろもの、師である、水木歌立花に入門し、日本舞踊を習い始めた。同年父の主催する、おとぎ劇、嘘つきじじいで、初舞台を踏んだ。また、明治42年、 1909年には、サゴロモと共に、エムパテー紹介制作、公開の映画、新しい桃太郎に出演した。大正二年、1913年、栗島サゴロモ一座の座員となり、巡業生活を送った。この間ほとんど学校に通っていなかったため、将来を案じた母が一座から離れさせ、日本舞踊の修行に先進。大正年、年に、 水木歌くれないの名で、名取りとなった。大正10年、1921年2月、松竹蒲田撮影所に入り、ヘンリー・オタリ監督の首人相に、当時の人気俳優、岩田祐吉の相手役としてデビューした。岩田とは後に、先導小田などで共演し、諸口19、川田吉子のコンビと並ぶ松竹のドル箱コンビとして、活躍、人気を得た。 主に悲劇者のヒロイン役で活躍し、川田、佐月信子と並ぶ初期の松竹蒲田のスター女優となった。同年11月、池田義信監督のなさぬ中に主演をしてからは、池田監督とのコンビ作が多くなり、大正12年、1923年、池田と生活するようになるが、松竹の意向で結婚の事実は否せられた。その後も、 野村カオ監督の死に行く妻、島津安二郎監督の霊人、小津安二郎監督の結婚学入門、お嬢さん、成瀬みき夫監督の夜ごとの夢など、当時の有力な監督の作品に縁、その群を抜いた美貌と舞踊で磨かれた立ち振る舞いで、日本を代表する映画女優となった。昭和四年、1929年、 松竹が新しく導入した幹部制度において、岩田、川田、藤野秀夫らと共に大幹部に昇進した。昭和10年、1935年、撮影所が河田から大船へ移る時に引退を発表。昭和12年、1937年、小津監督の築女は何を忘れたかを最後に映画界を引退した。その後は、 水木流舞踊の宗家として晩年まで活動を続けた。数万人と言われる弟子の中には、飯田町子、淡島千景、水木光景、池内淳子、水木光清がいる。昭和31年、1956年、成瀬三夫監督の流れるに特別出演、19年ぶりの映画出演となった。これは、鎌田時代からの付き合いがある成瀬からの立っての願いで、 実現した。セリフを一切覚えずに、現場入りをしたことは語り草にもなっている。昭和四十三年、1968年、四字号賞を受賞。昭和六十二年、1987年8月16日、人不全のため死去。去年85、墓は、池上本門寺にある。大正九年に、舞台専門の松竹が、松竹キネマを起こし、 映画制作を開始したが、この会社は、当時一般的だったお山を初めから使わず、女優を起用した。栗島はここに始まる日本映画の女優時代を飾る映画女優であり、小畜で売り出し、小畜で前世紀を迎え、小畜で女優活動を終えた人々の一人だった。映画女優となった栗島は、映画の恋人、日本の恋人と呼ばれ、アメリカの恋人と呼ばれた、 同時期のハリウッド女優、メアリー・ピックフォードに匹敵する人気を誇った。栗島のプロマイドは、1日に4000枚売れたという、記録が残っている。栗島の出演作は、ほとんどが、現代劇で、ことごとくが心破調の悲劇であり、意地の悪いシュート目にいじめられる嫁だったり、荒ぬ疑いをかけられ苦労する娘であったり、そして最後には自殺する、といったストーリーがほとんどだった。 この、栗島の姿を見て、身につまされ類を絞る、というのが、当時の多くの女性ファンたちだった。小竹入り当時、栗島の給金は当時で、破格の二百円と、最高級待遇だった。当時、小竹では、栗島と岩田祐吉のスターコンビで人気を呼んでいた。このコンビは、劇中では、恋人同士であり、夫婦でもあるが、実は皆独身であるというと、 ファンに思わせたところに、松の売り方のうまさがあった。稲垣博士も、栗島のファンで、まるで恋人でもあるかのようにスクリーンに見入られたという。後に、栗島に話を聞くと、その頃はすでに、池田義信監督と結婚していて、会社はそれを営業上公然と発表しなかったのだという。栗島はこれを不満として、大正十四年の週刊誌の表紙写真の取材に、 丸曲げ姿を取らせ、鬱憤を晴らしたという。日本髪の丸曲げは、妻を意味し、女としてはこの髪を言うことは最高の希望とした、ものだったのである。人気スターのやるせない鬱憤であったとは知らず、稲垣をはじめファンたちは、その初々しい丸曲げ姿の栗島の姿を、我が妻のごとく胸躍踊らせて眺めたのだという。大島康介、銀座フルーツパーラーのお客さん、そのサインと生涯。 運営、社、2002年 ISBN48 億9336万1759。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。